やっぱキックの応援してる方は、2ラウンド目行っちゃったら、首絞められちゃうんじゃないか。関節決められちゃうんじゃないか。ほぉ、思ったよね。で、3ラウンド目で、ボクシング投げる。拳だけ。拳だけ。多分、興奮すると思いますね、お客さん目線からすると。1、2、3、4! まあ、お酒の席で、もっとなんか他と違ったことやればいいじゃないですか。もう大晦日だと、キックからの MMA ありますけど、でまあ、やっぱ3ラウンドチームに使うと、じゃあ3ラウンド目はじゃあバンテージだけでボクシングっていう話をボロッとしたんです。そしたら、いいですね、プロデューサーからほんと試合時間が動いたらいいですって言って、まあ1ラウンド目はダメだった、で2ラウンド目になっちゃったら不安だ不安だドキドキで、なんか寝かされちゃった、あーどうしようどうしようやばれちゃう、3分持った。で3ラウンド目でボクシングだけどグローブ外してバンテージだけでまたパンチで殴り合う、なんか戦うと変わんないんで、おかしいなって、おかしいし、最初めっちゃ戸惑ったっす。キックルールなんてやったことないっすから、1ラウンドキックやって2ラウンド MMA やって終わらせるんですけど、素手では殴り合えません。26歳の時にデビューしました UKF の日本チャンピオンって話になったんですけど、復帰して5連勝か6連勝して、WMC のスーパーフェザー級のチャンピオンですね。リボン共同さんだ、代表さん、はい、なんだっけ名前がジョブチョブチョブサイチュー、難しい名前で出てたんですよね。でキックのタイトル持ってた人っていうのは、そう2ラウンド目3分なんで、それをしのげれば3ラウンド目はやっぱり駆け引きだったらキックの方が強いかなって僕は思ってるんです。構図で言うとはそのストライクネクサスとあのファイティングネクサス MMA でキックっていうところで、MMA 代表として、山田代表の懐刀として差しに行ったんです。意外と練習してたらちょっと楽しいことが増えて、それもすごい楽しい、新しいことを習うのに、確かに引退したんだからおとなしく勉強しなきゃって27歳の若い選手の、まあ、イケイケだと思うんですけど、本当正直負けるしかしないですね。しっかり墓場に対します。まあ、ルールもこれからどん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 改善していくと、一番ちょうどいいところのルールができればいいなっていう、まあ、このルールで戦い方を覚えたキックボクサームエタイ選手が、MMA ルールに挑戦するみたいなこともありえますか。ありえます。